でしょう。はい、どうも、ソイジマックスです。はい、どうも、ソイジマックスです。はい、どうも、ソイジマックスです。マックス、マックスです。はい、ソイジマックスです。はい、ソイジマックスです。はい、どうも、ソイジマックスです。いろんなソイジマックスがいますが、またガチャを回してきました。海洋堂カプセル級ミュージアム、日本の至宝、仏像立体図録2、4回目です。4回目。非常に素敵なシリーズ。非常に、好きなんですけども、最近被り気味。ソイジマックス何を弾いても被り気味。何を回しても被り気味。なんかこう、なんだろうね。今、俺良くないのかな？なんか落ちてるのかもしんないね。だからといってやめるわけにはいかないんだ。欲しいんだから。きっとこれは欲しいものが入っていてくれると信じているよ。はい、開けます。何が出るかな？ペッ！うわぁ、マジか！マジですか？ちょっと信じられないな。また出たよ。マジっすか？ちょっと待てよ。バサラ大将ですね。ちょっと待って、これはかなりショックです。だってこれ全部でね、9種類あるんですよ。バサラ大将3人目ですよ。ていうか、バサラ大将しか出てないよ。おー、これは、俺に対する挑戦と受け取ってしまいそうですね。誕生釈迦仏が欲しいのに。やっぱちょっと今流れが良くないですね。ソイジマックスに対する流れが良くない。いやー！いやー！かぶるの嫌！